まこなこです。ここで一つクエストが受けられるということなので、これバージョン 4.2 かもしくはその前からかもしれませんが、追加されていたんで、これをちょっとやっていこうかなと思います。どんな内容かよくわかりませんが、許可されたものしか入ることができない。ギルザト地方の東の果てに行って、うん、これ過去の話か。レベル90以上の冒険者ではないか。ここの霊廟に関して少し気になることがある。調査をしましょうというお話。扉の中から助けを求める声が聞こえた。だが扉は異常がなかった。鍵はグロスナー王が持っている。歴戦の冒険者であるソナタであれば何か気づくことがあるかもしれない。というわけでここを調べればいいのかな。ワープしましたね。これがまっすぐ墓が開いてるような感じになってるけど、最近墓石がずらされたような跡が残っている。墓の中は空っぽ。じゃあこれを報告しに行きましょう。ここのワープからでいいと思う。0秒前戻りましょう。なんだろうな、これは。あまりにも敵が強いとこのニアカだとクリアできない可能性があるから、そのあたりどうなるのか。空っぽの墓についての報告をした。ん、これ鍵は王が持ってるという話だったけど、なんで今入れたんだろうな。ランドンフットの北西の洞窟、古い書庫がある。とりあえずランドンフット行けという話かな。じゃあ行ってきましょう。ランドンフットの忘れられた書庫、ここに今やってきました。丸もついていたんでね、あっさりと場所把握が可能で、この中の、さすがにここはマーキングないか。ここ二つ目という話が、古い本の中にガートランド建国史という本を見つけた。いろいろと書いてあるが、聖守護者と謳われり、それによって平和がガートランドに訪れた。真相の力が常しえの国をうんぬんかんぬんというような形で、ガートランド王国の建国の歴史を読んだ後、じゃあ戻りましょうという話になってますね。さて戻ってきました、ギズマンのところに。歴史について何か分かったか。建国史の内容を伝えて、建国の際にラダガートと共に戦った聖なる騎士を祀った墓があると聞いたことがあった。だがその騎士については語られているのは限られていた。うん、騎士の槍が収められていた墓に違いない。そして言ってる間に気になることがあった。ギルザット地方の南に銀色の長物を抱えている魔物が入っていった。じゃあそこに行きましょうということかな。狩人のホラー穴、ここを目指しましょう。さてボス戦かな。このレベル102と99、戦士と天地雷鳴士で、今回は旅芸人を入れてます。賢者を入れようかと思ったけど、一旦旅芸人で試してダメならば賢者を入れて、さらにダメならば僧侶を2人で行こうかなと。では目的の場所到着です。果たして勝てるかどうかやっていきましょう。
最初旅芸人はバッチリ行こうぜでやってるんで、もし危なくなったら命を大事にで、一体だけならなんとかなるか。新見合い爆炊き玄馬はカカロンで旅をしましょう。これで毒に侵されたけれども、一発で倒された、想定外な。マジックバリアやってれば特に逃げ回らなくてもなんとかなると思いたい。チャージタックルは効果なし。見とれているか、ありがたい。チャンスは何でも良いので使っておきましょう。プラズマブレード、これでそれなりにダメージ与えてるつもりだが、逃げよう。さて、さすがに即座には倒しきれんか。一人倒されたのか。この辺りはカカロンがいるからすごく助かってる。これ狙われてるのはドアコかな。ちょっと場所がよく見えてなかった。さてドアコが今やったんだけれども、カカロンが間もなく退場。チャージタックルも効かないね。だが攻撃力下げたので、ここからはまた楽になりそう。ゲームも解放。マグマも使って、また必殺がたまる。色は変わったね。この調子ならば問題なく勝てるでしょう。イチゴスパーク、もう魔法に対する耐性も2つ分マジックバリアやってるあるんで、多分なんとでもなりそう。完成にやかだとね。あ、これチャージタックル効かないな。そもそもそうそうスムーズに動かせないから、どうしてもね、普通にプレイするよりかは不利になることも多い。ドアを逃れることができてない。ドアコに怒り、なんとか戦士の後ろまで持ってきてしまえば、もうあとは楽でしょう。だから任天堂スイッチのモニター結構ね小さいからよく見えなかったりするんですよね。うわー、一発で食らったか。必殺チャージタックルをやって、いや倒したか。
よかった、これこのクエストね、クリアできなかったらどうしようかとか考えていたんで。ガートラントの守りの力を失われた、封じられし我らが同胞よ、大いなる災いよ。これいつの時代のクエストだったんだろう、 4.0 かそれとも 4.1 か。槍を取ってこれを聖守護者の墓標に掲げよ、装備袋にしまった。装備袋にしまったのは良いんだけど、レベル1で攻撃力も低いので使い道はないのか。じゃあ戻ってまた掲げましょうか。では再び戻ってきました。会話しましょう。真相を取り戻せてよかった。そうかそうか、掲げよというのはここではなく霊廟の扉で掲げることが重要。先にで今転職ね、パラディンには転職してきたので、これ装備をこのガラテアの真相に変えて中入っていきましょうか。多分どこでもいいのかな、この中だったら。念のため棺のところにここで掲げましょうか。掲げる、掲げるというのは何だろう、別の言い方だったか、掲げるじゃなくて。どれだどれだ、あ、武器を掲げるね、これね。とはこの方もセットして、じゃあせっかくなんで2人で掲げましょう。あれ、あ、いいのか、大丈夫か、びっくりした、何もなかったらどうしようかと思った。光となって消え去った、溢れる光が辺りを包んでいく。クエストが進んだ。これか、なんかちんまいのが出てきたけど、ユリエル、槍に宿る精霊のようなもの、いろいろと書いてありますが、500年ほど前、オーガの男が国を起こさんと未開の地を開きました。だが魔族もよみがえってしまった。神は槍を授けて、王は魔物の王を倒した、魔族の王を倒した。ということで、だがその槍が奪われ、古き魔族の復活を防ぎ、この世界を守るためにあなたの力をお貸しください。あの人に似ています。あれか、バージョン 4.2 に出てきた兄弟の弟の方のことかな、今の話は。あの人に似ているっていうのはね、もしかしたら違うかもしれないけど。さて一旦戻りましょうとなってるね。じゃあ戻って、ここ、そっかそっか、これなんか今見えたなと思ったら、ルーラポイント設定できる。でも今プレイしていて誰も来てないってことは、あんまりこれコンテンツ人気ないのかな。ふとそんなことをね考えちゃいますけど。イースマン、あ、もう槍は取られちゃったんだね、これね。もう装備ない状態になってた。真相があるべき場所に戻ったのことは良かった。金塊と経験値。ということで、このクエストもクリアができました。というわけで、まあこれで終わりなのかな。中には入っていいという話をしている。
いやー、よかったよかった。バージョン 4.、次は3だと思うんだけど、3に向けてね、これ一つまたクエストクリアできて、このクエストクリアできてないのはね、あとこの魔物博士の研究レポートがね、このクリアなかなかできずという、そんな状況。これ4人いて魔物も4人分いないとちょっと厳しいのかなっていう感じのクエストだったんで、今のところクリアできてない。あともう一個は多分これめんどくさいやつだと思うんで、単にやらずという感じでね、今あと残すは2つというところ。また機会があればね、バージョン 4.3 のどこかでできればとは思いますけど、さてさてどうなるか。ということで、バージョン 4.3 もクエストのクリアやストーリーの進行をやってきますので、もし興味ありましたらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてそうした動画もご覧ください。ではでは。